夏本番を迎え、神戸市の須磨海水浴場やアジュール舞子などが海開きし、多くの海水浴客でにぎわいました。しかし年々海を楽しむ人が減ってきているといいます。そんな中、日本財団は7月15日の海の日を前に、海と日本人に関する意識調査を実施し、その結果を発表しました。この調査は2017年からですね、2年ごと日本人の海に対する感情や認識がどのように変化していくかといったかということで、さらに社会の動向や情勢によってどのように遷移するかと定点観測をして、今後に役立てるということを目的にしております。調査結果によると、海が好きだと答えた人の割合はおよそ4割にとどまり、2022年と比べて 8% も減少しています。一方で、海は大切な存在だと答えた人はおよそ7割に上り、海は大切であると認識しながらも好意度は下がっていると言えます。また、なるべく時間を効率的に使いたいと考える人が7割にも上ることが分かりました。その結果、余暇の過ごし方として海に行くという選択肢は22位と低迷し、わずか 7% の人しか選んでいません。調査結果からは、海への愛着度などが全体的に低下していることが判明した一方、今回初めて実施した親子調査からは、小学生や高校生の海への興味・関心は高いということが明らかになりました。小学生の 75% の海に行きたがっていると、ニーズをこれ生かすということがあると思います。親が連れて行ける行けないにかかわらず、この海の体験ができるように、学校の自然教室ですとか、あるいは地域の連携を促進する活動に注力していくということが大事かなと思っております。アジュール舞子では、多くの人に海を楽しんでもらえるさまざまなイベントを実施しています。アジュール舞子はその海の中が、岩とか砂とか、海藻とか結構変化に富んでまして、で魚や、生き物がたくさん見ることができます。より魅力を感じてもらえるかなと思います。この日は子どもたちに海を身近に感じてもらおうと、ライフセーバーによる海の生き物観察会が行われました。このくちばしのある子は下のくちばしがビーンって長いの。そう、さより今ね、この子ら群れになっていっぱいあちこち来てますわ。君らね、今から興味持ったら学者さんでも何でもなれるからね。どんだけ好きでいられるかやで。そんなに来ないですけど、こういうイベントがあるときは来たりします。地元の垂水にどんな生き物がいるのかじっくり知れてよかった、やっぱりしょっぱさとか、空気感とか、潮の匂いとかはやっぱり海にしかないし、ちょっとこう砂浜で砂踏んでいたいとか、そんなを感じてほしいなと思って連れてきました。実際に来て触れ合うことで、海の魅力や大事さを知ることができるはずです。海の未来、これからの日本の未来っていうものを考えていくと、やはりこの海洋開発の分野もありますし、逆にこれだけ関心のない人が多いとなると、担う人材が非常に不足していくのではないかなと。今の時点から小学生あるいは中学生、高校生まで含めて、海の魅力を伝えられるような施策というものを打っていく必要があるかなというふうに思っております。海と日本。